昨日皇居で認証式を終えた橋本聖子東京オリンピック・パラリンピック担当大臣は午前10時半過ぎに大臣室のある庁舎に初登庁し、鈴木俊一前大臣から復興オリンピック・パラリンピックとして力を入れてほしいと引き継ぎを受けました。しっかり頑張ります。また道内選出の吉川貴盛衆議院議員は農水大臣を退任し、後任の江藤拓新大臣に引き継ぎを行った後、職員に見送られながら役所を去りました。